どうも、皆さんこんにちは、ケンです。今回、彼女と二人でキャンプに行こうと思ってるんですけど、まあ、僕、まあ、キャンプとか旅の YouTuber なんで、ソロ用テントとかたくさん持ってるんですけど、まあ、二人とかそれ以上で使うテントって全然持ってないんですよね。なんで今回、田辺スポーツさんのキャンプレンタルサービスを利用して、彼女と二人でキャンプデートに行ってみたいと思います。思います。ということで、田辺スポーツさんのホームページを SNS しています。トップページに書いてある通り、田辺スポーツさんのレンタル料金は業界内で最安値になっています。テントなどのレンタル費用が業界の中でも最安値なのに加えて保証料がかからないんです。レンタル業界って商品自体のレンタル料金が安くても保険とか保証料が必要で結局高くついたりしますよね。しかし田辺スポーツさんは不注意によるレンタル品の破損、盗難など万一ご利用中に問題が発生した場合は保証限度額の範囲内で保証が適用されます。今回僕がレンタルするテントは購入すると20万円前後しますが、レンタルだと約4万円と5分の1の価格で借りることができます。また 10% から 20% 近いポイントの還元もあります。今回のテントだと3980円分のポイントも還元されます。そういったこともありトータル金額は業界内でも最安値となっています。ということで今回は彼女2人でキャンプに行くのでこの2人用の基本セットをレンタルしてみたいと思います。ソロキャンプ用セットもあるし、2人から6人用までのセットもあるし、冬用セットだと国内メーカーのかなりいい寝袋がセットになっています。今回はまだ6月ということとキャンプ場が山の上のキャンプ場なので暖かい秋冬用寝袋を選びました。複数人キャンプでのテントはいろんな形があって、田辺スポーツさんでは主に以下のようなテントを借りることができます。1ノルディスクのアスガルド、2ロゴスのスペースベースデカゴン、3コールマンのタフスクリーンツールームハウス、4スノーピークのアメニティドームなどがあります。1つ目のノルディスクのアスガルドはワンポールテントというジャンルのテントで設営が簡単なのが特徴です。床がない状態にもできますし、付属品で床をつけたりインナーテントをつけたりといろんな使い方ができます。床はファスナーで取り付けるので密閉されやすいので寒い季節にもおすすめです。おしゃれさもありますし、大人数で手軽にキャンプを楽しみたい方におすすめです。1人で組み立てて15分、撤収も15分かかりました。2つ目のロゴスのスペースベースデカゴンはキャンプ用テントの中で最大級の大きさで、立った人なら約40人も収容できる大きなテントなんです。しかしそれほどまでに大きなテントですが、いわゆるワンタッチテントのような機構を持っており、大きい割に組み立ても撤収も早いのが特徴です。正直デカゴンの組み立ての速さには驚かされました。横6メートル、高さ3メートルもあるテントですが、2人での組み立てでなんと7分で組み立てすることができました。複数人いるとさらに早いと思います。組み立ての監視のアドバイスはきちんと説明書を読むこと、適当にやっても絶対に組み立てられないので説明書通りに上から1つずつ組み立てていけば自動でテントの形になります。車へ連結させることもできるのでカーサイドテントのように使うこともできます。ちなみに重さは約 30kg で、今回紹介する4つのテントの中で最も重いテントです。2人での組み立てに約7分から8分、撤収も7分でした。3つ目のコールマンのタフネススクリーンは就寝スペースと前室と呼ばれるものがきっちり分かれていて、就寝スペースでゆったり過ごしながら前室でキャンプ飯などの調理を楽しむことができます。雨が降っていても調理などを楽しむことができるテントになっています。レンタルセットを使うとこんな感じでめちゃくちゃまとまりのいいスタイルになります。設営も簡単ですし、大きなテントだし就寝スペースも広いので初心者やファミリーキャンプの方におすすめです。1人での組み立てに10分、撤収に7分かかりました。4つ目のアメニティドームはスノーピークというメーカーのテントで、クセもなくキャンパーの間でも特に人気のテントです。ホールが色分けされているので設営も簡単で初心者の方に特におすすめです。 SML と3サイズあるので人数によって選ぶことができます。動画では最も小さな S サイズを使用しています。ただしアメニティドームはさっきの3つのテントと比べて天井が低いので、開放感のあるテントがいい方はさっきの3つのテントの方がいいと思います。1人での組み立てに5分、撤収も5分かかりました。田辺スポーツさんでは最近テントサウナのレンタルも始めたそうです。テントサウナが気になっている人も多いと思うのでぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。早速レンタルしたキャンプ道具が届きました。ちなみに僕たちは今回紹介したテントを含むロゴスのスペースベースのキャンプ初心者セット2人用をレンタルしました。なぜこれを選んだのかというと、ズバリこのテントを触ったことがなかったからです。アスガルドやアメニティドーム、タフスクリーンはキャンパーの中では定番中の定番のテントですが、このデカゴンだけ実際見たことがなくて実際に使ってみたかったのでこれにしました。ちなみにレンタル用品は佐川急便で自宅まで運んでくれます。
利用料金が2万円以上で往復の送料が無料なのでこれは嬉しいですね。自宅に届けても置く場所がないという方はキャンプ場近くの佐川急便の局止めなどを指定するといいと思います。事前にキャンプ場に伝えていればレンタル品も預かってくれるキャンプ場もあるので小さい車やバイクで大きなテントを運べない方にも利用できます。基本セットにはテント、椅子2脚、テーブル、寝袋2つ、マット2つ、ランタン、グランドシート、インナーテント、ハンマーが付属していました。セット内容が分かるようにラミネート加工されたものも入っており、かなり分かりやすいです。テントの寝るだけならこれだけでいいんですけど、調理もしたいので今回基本セットにプラスしてガスコンロと焚き火台もレンタルしました。ガスコンロはユニフレームの2バーナー、焚き火台はコールマンのファイヤーディスクです。どちらとも定番中の定番で誰が使っても使いやすいキャンプ道具です。ガスバーナーはこういったキャンプなどで使われる OD 缶ではなくて家庭用のカセットコンロで使う CB 缶で大丈夫です。焚き火台に使う薪はホームセンターで買ってきました。この焚き火台は薪で焚き火もできますし炭でバーベキューもすることができるのでその日のメニューによって使い分けられるのがグッドです。その他レンタル以外で用意したものはこちらです。お皿や箸、包丁、ボール、鍋などは家にあるものを持ってきました。ということで一通り道具を揃えたので早速彼女と協力してこの巨大なテントを設営してみたいと思います。50センチぐらいのね、多分。大きい、大きいテント。今からインナーテントつけていこうと思います。あの紫のやつあるじゃん、あれが食えるやつだよ。そうだね、あれが食える葉っぱだと思う、よっこいしょ。なんかレンタルの寝袋ってなんか前の人が使ってちょっと寝ろとかあるのかなって思ってたけど全然ふかふかやね。なんかなんならいい匂いするんやけど。洗ったんかな。洗ってるんじゃないちゃんと。はい、ところで設営完了しました。いや、でかいね、デカコン。大きいね。あの、いつも一人用とか二人用のちっちゃいテントばっかやからたまにはね、こういう大きいテントもいいね。気分が変わってね、快適やね。で今回、デカコン2回目の設営なんですけれども、なんと7分で設営することができました。この大きさのテント、7分は結構いいと思う。簡単にね、パチパチってはめ込んで立てていくだけやからね。そうね、しかも2人で設営して7分やから5人とか6人やったら多分もっとこう簡単に、ね、設営できると思います。てかこう、デカコン欲しくなっちゃった。え、ほんと？大きいからダメよ、どこに置くの。確かにね、賃貸やからね、人一人分ぐらい大きさあるけどねまあだからそういう人にとってはレンタルっていうのはすごくいいかもしれないね。であとこのデカコンがね、20万から25万ぐらいするよね。だからそういった買い物をこうポンってするのは怖いと思うから、まあその買う前にね、レンタルで一回使ってみるっていうのもいいかもしれないですね。ってことで、もう日も暮れてきたんで、早速晩ご飯を作りたいと思うんですけれども、今日の晩ご飯は何ですか、メニューは。ポトフと、キノコのアヒージョと、サラダと、パンです。食パン、食パンは僕が一から作りますってことで、作るぞー。あう
ロを使って、今日はポトフとキノコのアヒージョを作っていこうと思います。お家のコンロみたいにね、ごとくもしっかりしてるんで、こんな感じで重い大きいお鍋を置いたりしても全然グラグラなりません。なんでキャンプでのお料理とか慣れてない方なんかも、こういうものがセットについていると安心だと思います。久しぶりはね、こういう風にキャンプでちゃんとした料理作るね。確かにいつも お弁当結構簡単なやつだね、うん、ということで、カヨがポトフを作ってくれてる間に、僕は食パンでメスティンを食パンでメスティンをじゃなくてメスティンで食パンを作りたいと思います。もう粉とか、混ぜてきてるんで、ただこれをこねこねするだけですね。ちょっと発酵してきてると思うよ、ちょっと見てみて、これ何叩くの？では叩いて、グルテン、これ叩くことでグルテンっていうのができるのよ。ちょっと今日ラップ忘れちゃったから、濡れ布巾だけ敷いて乾燥しないようにして、なんかちょっとあったかいところに置いときたいんだよね。こっち火ついてるから、ちょっと火ついてない方の上に置いときます。これで25分。よし、じゃあ暗くなってきたけん LED に電池入れよう。はい、いきますよ。ファイヤー、明るっ、めっちゃ明るい。いいよね。テーブルの上にこうやって置くこともできるけど、なんとこれ、この先っちょのな、ガラスの部分だけ取って、こうやって、このフックがあるから、こうやって、つり下げることができる。めっちゃいいよね、これね。うえって言われてるんだ。うえって。さあ、発酵どんなか、お、見て、めっちゃでかくなってる。うわ、あ、かわいい。食べるのもったいないね。ほいってことで、17分、経った発酵した感じはこちらです。セディン、わかりますかね。メスティン、ね。メスティンの葉、真ん中にね、ポンって置いてったのが、まあ、2分の1ぐらいかな、メスティンのね、うん、占領してます。触ってみていい？ダメ。おい。バドミントンって知ってる？ブイブイ、はい、ブーはい、ブー、はい、じゃあ2回目です。1回目です。あったかいね、うん、寒くなってくるね、暗く入れたら、うん、どうやろうね、今日星空ちょっと厳しいね、雲が多い。二次発酵を終えたパンです。もうもっちもちやろ、うん、パンパンやろ、もう見えるかな、パンだけに、パンだけにパンパンですね。オッケー、これで上からも下からも炭火の弱火でじっくり焼く感じだね。手作りパンできました。まだ開けてない。パンの形でやってるじゃん、うん、切らずにさ、巻きって半分ぐらいにしか切らずにさ、うん、なんかもうキャンプっぽいよね。キャンプでポトフ作ってる人あんまいないもんね、でもね。そうね、うん、ポトフてってかてっ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 てはい、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 よし、いきます。もう匂いは完璧、オープン。あー、すごい、完璧。ノンアル梅酒で乾杯。お疲れ様、はい、お疲れ様、うん、いただきます。いただきます。今回お箸も忘れました。スペアリーブなかったもんね。なかった。いただきます。おいしい、うん、
もう美味しいね、きのこの味がめっちゃする。めっちゃうまい。あ、いいですね。ちょっと焦げちゃったけど、はい、いただきます。いただきます。うん。からつけっか。ごちそうさまでした。じゃあマシュマロ持ってきちゃうから焼かない？マシュマロしよう。マシュマロしよう。どっちが焼ける、うまく焼けるか。正直何も見えてないけどね。競争。競争？競争？コンテスト。マシュマロコンテスト。はい、じゃあ私もいいです。は？本当？はい、もういいです。うん、おいしい。はい、今日さ、パンも焼いたやん。うん。炭も使えるし、うん、でも今みたいにさ、薪でも使えて、うん、本当にオールマイティーに使える。あ、コンタキュー台が、うん、そうやね。明日朝ごはんはさっき作ったこの食パンを使ってフレンチトーストを作ろうと思うんですけど、その、元となるのはこちら、じゃじゃん、アイスのクーリッシュです。このクーリッシュを、まあ、このジップロックに入れたパンに、かけて一晩放置するだけで、フレンチトーストの素ができます。しゃあ、1個じゃ足りんよね、大体ね。もうほんと2個とか3個とかあればいいかなと思います。で、これね、さらに砂糖とか卵とか入れるとより美味しくなるんですけど、まあ結構砂糖、まあ砂糖はあれやけど、卵をね持っていくのは大変やと思うんで、まあ、クーリッシュ1個でも、これ単体だけでも全然美味しく作ることができます。お風呂行ってきまーす。お風呂行ってきまーす。元気ですよ。はい、おやすみ。おやすみ。おやすみなさい。また明日。顔が洗ってきます。お願いします。はい、ちょっと肉厚なフレンチトーストよね。いただきます。いただきます。思った以上に美味しいんやけど、フレンチトーストの味がする。使い終わったキャンプ道具は佐川急便にて送り返します。レンタル用品の中に送り状が入っているので、佐川急便に電話して自宅に引き取りに来てもらうか、そのまま佐川急便の営業所に持ち込んで返送します。今回特に家に持ち帰る理由もないので、キャンプ場の帰り道になった佐川急便で送り返してからキロに着きました。はい、ということで今回は、レンタルキャンプで、彼女とキャンプをしてきました。いや、どうでしたか？楽しかった。楽しかった。どこが楽しかった？いつもキャンプするやん、僕ら。毎日ほぼするやん、なんか今日違ったこととかあった？なんかテントがいつもより全然大きかったから、そうだ、ね、やっぱりすごく快適だった。寝るのもそうだし、お料理するのもそうだし、何するにも大きさって正義。いつもね、もう狭いテントで、ね、やるわけね。カチカチやけどね。キャンプ道具を買うんじゃなくてレンタルするのってどうなんて思う人もたくさんいると思うんですけれども、実際使用してみた僕らからすると、人によってはすごくいいサービスなんじゃないかなというふうに思いました。
例えばさ、今回この使用した僕ら使用した2人用セットさ、買おうとしたらいくらぐらいだと思う？30万ぐらい？ちょっとね、低いねそれは。もし今回これを買うとすると、55万円ぐらいするよ。高いね。テントがね、20万か25万ぐらいするよね、うんうん、テントだけでそのぐらいするんやけど、なんとその買うと55万円する今回のこのセットがレンタルやとなんと5万円でレンタルできました。で、例えば6人用さっき言った2人用が55万円やったよ。6人用セットとかになると全部揃うように100万円近くなるよね、うん、で100万円のそのセットがレンタルやと6万円でレンタルできるよ。6万円ちょっと高いやん、うん、けど1人で割ったらさ1万円そうだからグランピング行くより安いよね、まあ、なんで1年に1回だけ、まあ、家族とか友人とか集まった時だけキャンプをするっていう人たちにはすごく向いてるよねこのサービス、うん、でレンタルで一番いいなと思ったのが置き場所にこもらないということ、うん、今回使用したこのデカコンっていうやつなんですけど、収納時の大きさが人一人分ぐらいの大きさがあるけんね、うん、2人暮らしなのに3人暮らしになっちゃうぐらい大きいんで、そういった置き場所がない人にはマジでおすすめな、サービスだと思います。まあ、今回は2人での利用なんですけど、田辺スポーツさんのキャンプレンタルは、まあ、ソロ用から2人用、3人用、4人、5人、6人まであって、しかもその寝袋の、種類とかが春用、春秋用、夏用、冬用とかってそのシーズンごとにまた変わったりするんで、まあ、人数と季節が分かっていればかなりこう予約しやすいサイトだなというふうに思います。はい、ということで今回は田辺スポーツさんのキャンプレンタルを使用してみました。種類もたくさんありますし、何より業界最安の価格なので、キャンプレンタルというものに興味がある方はぜひ田辺スポーツさんのキャンプレンタルをチェックしてみてください。詳細については概要欄の方に貼っているので、気になる方は概要欄の方を覗いてみてください。ということで今回の動画これで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。